これあんま読まなくていいですか？マリソンと言います。はい、九州の宮崎の出身です。建築自体はちっちゃいんだけれども、周りの人たちとか施設をネットワーク化させることで、まあ、建築が大きな範囲に影響を与えることみたいなことを考えながらずっと設計をやってきました。もう私の独断と偏見による文章を書いています。なんかこう、いわゆる Google で調べたら出てくる情報じゃなくて、私はこれを買いますとか、私はこれが好きですとか、まあ、私が話して聞いたことを書くようにしています。で、街の中、街を面白くしたいとかそういうのって結局すごい抽象的じゃないですか。どうやったらいいか分かんないって思うと思うんですけれども、まあ、いろいろ活動してきて、今これが一番重要って思うのが挨拶なんですけど、そのいきなり誰かと出会っていきなりディープに話すのは無理なので、まずは顔見知りを増やすっていう風景を作っていこうというふうに思っています。整えたい目標、街の中に実現したいものというのはすごくシンプルで、まあ、自分の住む地域に挨拶のできる顔見知りがいるような環境だったり、自分と異なる立場の人とコミュニケーションできることであったり、やりたいことに気づいてプロジェクトができる環境であったりという、まあ、その3つを目標にしているという感じです。鍵が余りすぎだって何もなくて、これよりも大きいこういうような鍵で、うん、これ干してほしい。これ銀、うん、なんかさ、もうちょっとで3月退職の2月のものなんですよね。なんだかわかんないけど、置くと、ああ、買おうとかって、はい、急に思っちゃって、その日のうちに、なんか、ここさ、見に来て。夜中にいれば、どっか怪我したとか、痛くなったっていう方しか、やっぱ接せないので、でそこを早く記録伝えていきたいと思って、お店にしました。弘前大学の、あ、はい、あ、じゃあ先輩後輩だね。弘前、ね、大学の学部違うんですけど、自分なんですけど。何年生ですか？今2年生です。あ、はい、何年生ですか？アルファ弘前大学。